ああテステス、はい。じゃあ、全国800万人のストリートファイターファンの皆様こんばんは。今日は今日から3日間、超人五輪、特別編と題しましてですね、まあ、ミカロで結構インカム頑張ってるゲームを、こちらの方で選出させていただき、大会を行っていきたいと思います。本日は、ブリキワン、そして、ザンサムとなっておりますね。お前ら変なゲーム選びすぎなんだよということで、春夏、冬と3回やってる超人五輪、春だけはこっちでタイトル選ばせろというような流れになっておりますので、よろしくお願いします。じゃあブリキワンから早速始めていきたいと思います。第1種目、ブリキワン大会、じゃあ始めたいと思います。はい、じゃあ手前台、日暮しガルボ、隣、奥楽山選手とガルパンおじさん、じゃあ試合を始めるんだ。ブリキワン、インカムかなり頑張ってるということでね、今日は選出させていただきました。さあゴールデンウィーク、前夜祭というような形の、ご超人五輪、特別戦第1日目と。さあ1ピーガはガロボー、2ピーガは日暮しガロボー選手といえばね、今、カルカル大会の、惨殺ぶりが非常に話題になっておりますが、さあ復活できるのかガロボー、ソウさんを選んで1ピーガは、そして日暮選手木曜日のとこ、今日は何を選ぶ、ムエタイということで、ジジイ対ムエタイ、じゃあガロボー復活できるか。相手はポリサム全一だぞ。ミスター MVS 対ミスターハイパーネオジオ64というようなところでしょうか。さあ下段まずこかして、おいちガロボー、まずファーストアタック取っていく。さあ前蹴りで追っ払いたいが打撃が入る。さあ火力が高いぞジジイ、もう真っ赤っかだ。さあ日暮しローキックしっかりガード、そしてもう一丁三段。さあここは追い打ち、リングアウト仕切り直し、中央からやり直しですね。ガロボーさあ投げに行ったが、すかされて攻撃途中でガード。さあここは日暮し距離を取る、ローキック、おっと猛攻でしょうか、入りました一発、あ掴んだ、いやガロボ気を引いた、ローキックローキック。さあもう赤くしてから最近ガロボ動きが悪いという噂があるんですが大丈夫でしょうか。あ投げた、死んだろこれ。オッケーガロボ勝利、お見事。はい、じゃあバニング対カナディ、手前台で試合の方お願いします。カナディアマンは、ガロスクじゃねえや、ブリキワン勢となっておりますので、これは負けられない戦いとなっている感じでしょうか。ワピゴはバニング、ツピゴはカナディアマン、じゃあ試合を始めるんだ。さあガロボ復活できるといいですね。さあカナディアマン今日はオート、ツピゴはタカト、そしてバニング選手はバイソンと、なあパイソンかボクサー対、合気道となっておりますがどうでしょうか。さあうまく攻撃をいなしたい、打撃をいなしたい高藤、そしてなんとか殴りつけたい。さあパーフェクトディフェンダーと呼ばれているあの星座、星座からのタク、熱い読み合いが、成立するかどうか。さあ軽いジャブ、ここは避けていく攻撃。さあワンツースリー、ここも避けていく、当て身を狙っていきたいのは、カナディ、ツーピー側。そう前蹴り打撃もできるぞと。さあ3段入った、バックハンドブロー、起き上がりもう一度アッパー。さあボディブロー、一旦前蹴りで距離を取るが、お取ったぞ、上段投げすくい投げ、そして蹴り一発、黄色くなっていく体力。さあ同じぐらいでしょうか、追い打ち。カナディアンマンはブリキ勢となっておりますが、さあジャブから落ち着いてガード、しかしここは一発入る、ローキック返していく、ワンツー。さあここはジャブ、牽制のジャブ、さあ腕を取る、うまい、おいち、もう一発、ここは起き上がるが、あまた腕を取った、うまい、お前の攻撃は見切ったと、当て身を取っていく。さあ当て身当て身、前蹴りアッパーを取って落として、勝ったのはカナディアンマン、おめでとう。打撃は通用しないのかカナディアンマンに、お見事。ありがとうございました。じゃあ手前台がゆくと、白次郎対ゆくと、奥がカキヤとネギコゼ、はい、カキヤ選手とネギコゼ、はい、じゃあ手前台がゆくと対、白次郎というところで、じゃあ試合の方お願いします。
ワンピーガは白次郎、ツーピーガはユクト。じゃあ試合を始めるんだ。ユクトは今日はプロレスラー、プロレス最強伝説を、証明することができるか。そして白次郎選手は極限流空手両坂崎、打撃対組技というような形。さあまずは両坂崎バックステップで様子を見ていく。お互い様子見。さあ、あの構えからのリューコロンブ、非常に痛い攻撃を持っている両坂崎。ワンツー、逆水平返していく。ボディブロー、ローキック、激しい打撃の応酬。さあこれですね、ワンツースリー、ボディブローからのローキック、これ非常に両坂使いやすそうな。3打、おー、タックル、胴体タックルにいった。さあヘッドバット、ボディに押し付けていく。さあどうだ、もう一発。そして掲げ上げてスピア、タックルからボストンクラブへ、肩エビ、そしてスティーフ、関節技の連続技を見せていく。ギリギリギリ、ステップオーバーザートーホールドウィズフェイスロック。 STF 空手家に通用するか。さあここで許した。さあまだリング外に落ちていない、どうする。おっと落ちた。一旦仕切り直しを選んだ白次郎。さあ距離を取って打撃、逆水平2発、もう一発、逆水平からのエルボー、そして掴み技、エルボー、エルボーと叩き込んでいく。三沢選手見てますか、これのエルボーという形で空手などに負けるか。さあジャカマ投げせる、そのまま首を同じ。さあ首を締めていく、プロレス最強証明をするためには関節技。さあフラフラと起き上がってきたところにユクト、ユクトもブリキ勢ですね、やはりうまい。さあ円錐切り、おしゃれ技放っていく、当たらなかった。アントニオ猪木直伝の円錐切り。さあ構えたぞ白次郎。さあリューコランブ途中止め、ローキック、いやいやそんなものは効かないよと。ユクト何か、あーっと勝ち上げた。そして足を取りに行くが、ここは立ち上がる両坂、喧嘩キック、ローキック返していく、エルボーから喧嘩キック。さあ落とした、え仕切り直し、フロントムーブ、危ない。さあリューコランブが出せるか、白次郎これさえ出せれば。さあタックル、ここで防御が崩れて体力、あータックルで掴む、もう一発。さあこれで時間がない、時間がない、どうだ、そのままスピア、タイムアップ、判定に入ります。判定、プロレス、プロレス、プロレス、勝ったのはユクト、お見事、3-0。奥の試合どっち勝った、柿谷さん勝利、はい OK です。じゃあ手前台がイージス君と鳴沢君、はいはい、じゃあ奥慎吾がロボ、プロレス最強伝説を、証明したかったユクト、まずは1戦目クリアとなっておりますが、さワンピーガは、鳴沢優衣、久しぶりに本名で、本名じゃねえよ同級生エルフ勢としての参戦、鳴沢優衣、ワンピーガ。そしてツーピーガは同じくブリキ勢、そしてモエロプロ野球ホームラン競争のプロ、ノーフューチャーのイージスとなっております。さあ、おっと、当てみたい、八極拳ですかね。さあ、じゃあ試合の方お願いします。ワンピーガはナルサユイ、オートセーザー、ツーピーガはイージス、ノーフューチャーのメンバーの一人、イージス君ですね。今日はブリキワンで、活躍と。さあまずは打撃、下段キック、強化していく。ジジイは自分の体力は神ないですが、火力も高いというようなキャラクターになっております。さあ投げ捨てる、蹴り技。さあお互いもうオレンジ色だぞ、大丈夫か。さあナルサ君が、あー投げられた、これ減るぞ、マーカーか。ナルサユイ、立て、同級生3が出るまで頑張るんだろう、頑張れ、あ、よしよしよし、いなして下段をすくっていく、そして追い打ち、起き上がり、あ下段読まれた。さあ、あ裏また何やるの、何もしない、優しい。そしてローキック、それさと思わせて投げられてた、まだ生きてる、まだ生きてる、大丈夫よ。ジジイの火力が非常に高いイージス、さあ鳴沢優衣の夢をついやす、あカウンター開いた、カウンター開いた、あっあー生きてますか、ダメだ、勝ったのはイージス・オメト。いやー鳴沢君ナイスファイト、ありがとうございました。じゃあイデア君と楽山選手手前台で、奥が、山田さんと谷町、じゃあ奥の方で試合の方お願いします。あ慎吾勝った、慎吾勝った、あ、じゃあガルボーはもう死にましたね、お疲れ様でした。ワンピーガー前回大会優勝者イデア、そしてツーピーガーが、
楽山選手の、ソコロクとなっております。はい、じゃあ山田さんと谷町さんお願いします。奥の台お願いします。はい、さあストップイデア叶うか、まずは最初に立ち上がったカルは楽山ソコロクレスリングの、プレイヤーと、さあ空手対レスリング殴るか組むかどっちが強いんだ。さあ構えからイデアはどこからでもリュウコランブが出せると、あー胴体タックルからスープレックス、いきなり投げ捨てていく。さあ勘抜きの状態でのリストクラッチスープレックス、もう一発いきます。3発決めりゃ死ぬだろうという感じ。さあ空手起き上がれるか、 2P 側に回ったぞ。多少 1P2P でリュウコランブが出しづらいとかあるかもしれないということですが、一応イデアはどちらも出せるように練習はしているとのことでしたが、さあ空手に対して距離を取るソコロフ、どこかで距離を詰めたい。表中割り、アイスピラースマッシュ表中割り、極限流空手の主導技となっております。さあここは途中止め、おー隙を突いてタックル、そしてスープレックス2発目。さあイデア大丈夫か、リストクラッチスープレックス。さあ軸移動置き攻め、ワンツー、これでしかしイデアワンピー側に行ったぞ。リュウコランブかそれともスープレックスか、あうまい片足取った、そして足を取ってアンクルホールド、素晴らしい関節技、完全にタックルイデアがダメでしたね、当たってしまいました。素晴らしい電光石火のタックルからの関節技。さあイデア立ち上がれるか、真っ赤からぞ。さあ起き上がりタックルいった、さあリングに救われたイデア、生きていられるか大丈夫か。楽山選手のこのソコロフやばい、サヒエンシピ学胴体タックルからスープレックス、もう一発、あーリングに救われる、ルールに救われる。さあリュウコランブ途中だった、よかった、今度は楽山選手が救われた格好になる。ハイキックローキック、さあ片足狙うが、ここはイデアがしっかり決めていく。リュウコランブさあ体力も赤か、どっちが先に勝つ、どっちが先に動く、あーどうだタックルから、またもうルールに救われる、リュウコランブが入ってしまった、使わざるを得なかった覇王昇降拳。残り時間がない、残り時間、片足倒してどうだアンクル、しかしタイムアップ、勝負は判定に入ります。どっちだソコロフ、ソコロフ勝ったのは楽山、お見事イデア敗れる、素晴らしい戦いだった、ありがとうございました。とんでもない試合でしたね、ありがとうございました。じゃあ次いきますか、うん、じゃあユクトとブリキ24手前で奥で、QBK とカナディ、じゃあカナディと QBK 奥で、そうだとどうもブリキ勢が激突してしまうことになってしまいました。ユクトプロレスラー、そして今日はブリキ24選手は暁丸となっております。じゃあ試合を開始するんだ、 1P 側が、ブリキ 24、2P 側がユクト、相撲対プロレスとなっております。さあブリキ24、ここまで、ブリキを盛り上げるために帝の大会ね、数々の大会制してきましたが、ここはブリキ勢同士ということで、勝手知ったる両者どちらが強いのか、暁丸かそれともプロレスラーか、おーうまい天下キックでこかしていく、もう一度エルボーから関節技を蹴っていく。さあタックルを狙ってる、さあ腕を回した、ここはフェイント、相撲のアウト、ここは掴み拒否でいく、あー踏みつけていく、うまいゆくとよく見てる、さあ張り手掴んだ、さあこの巨漢を投げれるのか、タックルで倒せるのか、ゆくとがまずはヘディング、胴体タックルからのヘディング、ボディブローからスピア、バキッと決まる、そして足関節を取るボストンクラブ、片指、さらにエスティーフ、どうだ逃げられまい、相撲レスラーに対してプロレスラー関節技地獄を決めていく。さあ逃げざるを得ないブリキ24大丈夫か、さあじりじりと体力が減っていく、さあここは関節技、さあここで許した、しかし体力真っ赤っか、ブリキ24大丈夫か、立ち上がれるか、さあフラフラ立ち上がって距離を詰める、おー上で避けて掴んでいくが、ここも避ける、さあフェイントからの、あー喧嘩キック、非常に今日は当て感が強い、ゆくとさあ掴んだ、暁丸の払い腰投げていく、
さあ置き攻め、タックルは潰した。さあここは拾えなかった。プロレスは最強なんです、プロレスラーは強いんですと言いたい。ゆくとさあ掴んだぞ、ヘッドバット、ヘッドバット、ヘッドバット、もう一発決められることができるか。さあブリキ24、体力真っ赤か、スピアが入る、足関節、本日3回目、片指から SDF、 ほぼリングの中央、逃げられるか、タップするのか、大丈夫か、ブリキ24、さあここで許す、残り4秒、時間がない、ブリキ24、大技を当てたいところ。さあ、あー結果キック、ここでタイムアップ、判定に入ります。勝ったのどっち、プロレス、プロレス、プロレス、勝ったのはゆくと、お見事。はい、あ、QBK 勝利。はい、そうね、じゃあ4126とカキヤ手前 で奥が、あ、ストロング店長とエンテイ、じゃあ奥で、すいません。さあ今日はいい勝負が多いですね。 1P 側はカキヤ、2P 側が、ザンサム大会、カルカル大会で優勝した4126となっています。4126のブリキュワンの腕前はいかにというようなところで、 1P 側カキヤ、 2P 側、4126と、エンテイル、エンテイ、エンテイル、あ、じゃあストロング店長とエンテイ奥で試合の方お願いします。 1P 側、カキヤ、タカト、そして4126はパイソンとなっております。アテミ VS ボクシング、これは非常に見やすい、狙いどころが面白い試合になっておりますね。殴りたい4126にと、対し、取りたいカキヤというようなところでしょうか。さあ上段で当て身を狙っているのかカキヤ。さあここで振り抜きフック、おっと後ろにいなして前蹴り、ここは振り向いた、取られた。さあ後ろ蹴り、後ろから背面から蹴り、さあ手刀が入るわ、ジャブで返していく、腕を取った、投げた、上段しっかり読んでいる。さあもう真っ赤からぞ4126、大丈夫か。さあブリキューファンというところの肉の皮で、あー投げた、上読まれた。さあ転がされて2度のダウン、大内前蹴り、ジャブ返していく4126、あうまい、うまい、カウンターの手刀からの追い打ち、正座、そして手刀。さあここはリュールに救われて振り抜きパンチ、どう読まれた、勝ったのはカキヤ、お見事。じゃあイージス君とコンブ君手前で試合の方お願いします。いやー、当て身が、当て感が強い選手は強い。 1P 側コンブ、 2P 側、ノーフューチャー、そしてブリキワン勢である、イージスとなっております。コンブが、パヤク、ムエタイ、そしてイージス選手は、ソウさんですね。あ、はい、ストローク店長勝利、お見事。さあパヤック対ソウさん、あ、じゃあ上側いきますか。シンゴとガルパンおじさん、あ、違うか、ごめん、楽山くんか、ごめん、シンゴ対、楽山選手、じゃあ奥の方で試合の方お願いします。さあ打撃対この、太極拳、まあ、あの投げも強いし打撃もそこそこというような、トータルホワイトになっているソウさんですね。ただし火力は強いが、体力が神であるというところで余計な攻撃が食らいたくないと、そういった意味ではバランスがいいこのパヤク、アウトボクシングに徹して、相手を近づかせたくないというようなムーブが非常に強いですね。さあワンツーから、さあもう一度打撃返していくイージス、今日はイージスも強い。さあ真っ赤か、大丈夫か、パヤク、さあもう一発下段、真っ赤からぞ、大丈夫か、大丈夫か、まあ立ち上がった、危ない危ない。さあ掴んでチャランボ膝蹴り、1発、2発、3発、4発、5発としっかり殴って、あ、決めていく、膝蹴りを決めていく。さあここ一旦後ろに下がる。さあ何やら狙っているのかイージス、さあ距離を詰めて打撃、ミドルキックで返していく。さあジジイの体力が神だぞ、余計な打撃は食らいたくないイージス、ノーフューチャーイージス、モエロプロ野球のプロ、あ、ガードした、キチャラボ、まだ分からなくなった、これで分からない、あールールに使われた、エスケープ、よかったよかった、イージス。さあ、あー膝蹴り、真空飛び座、ゲナンキックガードしてチャランボ、さあジジイ生きてるか、イージス大丈夫か、イージス生きてた、まだ生きてる、起き上がり、ローキック打撃途中止め、ローで倒れる、イージス立ち上がれるか、
投げ読まれたミドル、避けた打撃、一旦止めて投げが入った、まだ生きてる、まだある、まだあるぞ、あーもう一発、勝ったのはイージスオゲト。すごいいい試合でしたね、ありがとうございます。はい、じゃあ谷町選手対 QBK 選手、手前で試合の方お願いします。ワンピーが谷町、ツーピーが QBK、 谷町選手は、やはりブリキワン勢、今日もデュガリを使って参戦と、QBK 選手今日は、キリング使って、そころ、あのあれかプロレスラーか、じゃあ今日プロレス2人いるってことね。なるほどなるほど。さあ柔道対プロレス、柔術対プロレス、俺はプロレスファン、90年代からプロレスファンからすると非常に熱いカード。さあ払い腰から横四方、ここはフラフラ立ち上がってくる、喧嘩キック、おい、さあタックルが入る。さあ柔道対プロレス、猪木対アン、ウィリアム・ルスカから続く、非常に歴史のある、対決となっていると。いや、力道山対木村ですね。さあどうでしょうか、タックル押していく、さあタックルタックル、ここで赤くなっていくデュガリー。さあプロレスラーの当たりが強いという形。さあタックル読んだ、投げていく払い腰、そして横四方へサイドポジションから腕しぎ逆十字。さあ腕しぎ逆十字、しかしここはスクッと立ち上がってくるプロレスラー。タックル、ガードクラッシュのような状況になってリング外へ。さあだ残り体力がない、谷町、いやー本当にみんなブリキが強い、うまい、本物の格闘技見てるような、駆け引きが、ここに存在するような感じ。さあタックルから、さあデュガリー、このタックルに押されていく、あーそのまま勝ったのは QBK、 お見事。カキヤさん対、じゃあイージスいきますかね、手前台お願いします。はい、じゃあ 1P 側カキヤ、 2P 側イージス。カキヤ選手は非常に当て感が強いタカト、そしてイージスは熱い試合をここまで繰り返してきたソウさんとなっております。じゃあ試合の方お願いします。さあ今日はプロレスラーが活躍する日になっていますけれどもね。さあここは合気道対八極拳、あ太極拳、さあ当て身かそれとも投げか打撃か。さあおっとこう投げ、イージス今日アキラスペシャルを当てるのが非常にうまいですね。さあ今度は打撃、下段キック、さあ真っ赤か、一瞬で真っ赤か、あーしばらいす、そして追い打ち、下段を払っていく。さあここで距離を取る、前蹴り、当て身は生まれた、足払いも生まれて投げが入る、大丈夫か、タカト生きてるか、あー勝ったのはイージス強え、ありがとうございました。はい、じゃあ枠をここで取り直したいと思います。本日は、超人五輪特別編、春夏、冬と、やっている超人五輪、あ、ゆくと勝ち、はい、年に3回行われる超人五輪でございますが、皆さんの選んだタイトルでやるというような流れからすると、非常に厳しくいい状況になってきたということで、春だけは僕らでタイトルを選出させていただきました。テーマとしてはインカム頑張ってるゲームというような流れです。ブリキは非常にインカムが良いと、プレイヤーもまだ育っていると、攻略もこれからだというようなゲームになっておりますのでね、まだまだ盛り上げていきたいかなと思います。そういえば大阪の方でも大会が行われたということでね、全国規模に、なるようにね、応援していきたいなと。コンパネが手に入らないっていう話聞くんですけど、まあ、場合によっては 2L12B の、コンパネでやればいいかなと思いますけどね。じゃあ準決勝第1試合かな、楽山 QBK、 じゃあ楽山選手対 QBK、楽山選手対 QBK、 ソコロフ対ヒリングというところですね。
いやー今日は楽山選手あのイデアを破っての準決勝となっております。それに対して QBK 選手は、谷町選手カナディとミカドのブリキワン勢を破っての、勝ち上がりとなっております。さあ 1P 側 QBK ヒリングプロレスラー、そして 2P 側楽山の底6アマチュアレスラーとなっております。まああれですね、想定するのは前田選手の、引退試合みたいな感じですかね。さあプロレスラー対、アマレスラーというようなところですが、さあ片足タックルから早速裏に回っていく。さあヒーディング、さあ前へ前へ進んでこのままリングアウトを選択していく。いい駆け引き、さあじわらじりじりと何かを狙う両者。さあタックルいった。さあガードクラッシュのような状況からもう一度タックル、非常にこのタックルが強い。さあそうですね、プロレスもある意味総合格闘技といって打撃もできるし投げもできるし関節技もできる。さあ片足取った、いやこう外していく、先ほどと同じ展開。さあリングアウトを選ぶかヒディング、さあ横といきなり距離を詰める、結果キック掴みにはいかない。さあタックル、このタックルが非常に強い。あー片足取った、タックルをタックルで取っていくがそれ以上はやらせない QBK、 お見事。さあ楽山選手、先ほど両坂崎の龍虎乱舞の途中、あカニバサミ、いや避ける、龍虎乱舞をついに破るタックルを見せてくれましたが、さあ投げにいった、ローキックから掴みに行く。さあ首掴んでそのまま巻き投げ、さあリフトアップしてそのまま投げる、素晴らしいカレリンリフトみたいな投げでしたね。さあ片足読まれた。さあここで一旦リングアウト挟んで喧嘩キック掴みにいった、ここは起き上がる楽山、あー片足うまい、タックル読んで倒し込む。さあここからジャーマンか、ジャーマンスープレックス、さあもう一発起き上がりこぼし、さあ2連発のジャーマンタックル、これは格安っぽい、エリー・オブライト思わせる、あー胴体タックルからリフトクラッチスープレックス、もう一発いきますか、いきますか、そうですか、プロレス大丈夫か、生きてるか、起き上がった、キュービケタックル、あーエルボー落としていく、エルボー落としていく、投げさせない、プロレス頑張ってる。さあ当てに入る、どっちだ、プロかアマか、アマプロ、アマだった、勝ったのは楽山、お見事。ユクトですね、じゃあユクト君対イージス君ですかね。さあブリキワン勢ここで激突、準決勝第2試合 1P 側ユクト 2P 側イージス。さあもう一人のユープロレスラー残っているユクト 1P 側、そして 2P 側は今日なんかやたら強いイージス君のソウさん、太極拳とプロレスラーどちらが強いのかはっきり決めてくれ。準決勝第2試合、さあ超人ゴリラシリーレベルの高い試合がここまで、繰り広げられてきましたが、準決勝ついに第2試合ベスト4。さあうまい打撃でいなしていく、プロレスに対して打撃、 G さん負けてない。さあ G さんワンツー止めから何を狙っていく、さあここはエスケープ、リング中央へ投げ読んだ、しかしイージスも読んだ、さあ勝ち上げアッパー、大森選手のようなアッパーが入った。さあワンツーかな、さあ掴みに行った、アキラスペシャル、さあユクト立ち上がれるか、喧嘩キックしっかりガード、そのまま攪拌で打撃、打撃起き上がり、ああ掴んだ、拒否た、ジジ拒否た、わあ小手で掴みを避けて投げ技、さあユクトピンチ、プロレスピンチ、ああ勝ち上げた、タックル避けられて打撃が入る、ああ勝ったのはイージス、お見事、素晴らしい試合だった、ありがとうございました。それでは超人五輪特別編第1種目ブリキワン大会決勝戦始めたいと思います。楽山選手対、イージス選手、じゃあじゃんけんして 1P、2P 決めてくれ。
さあここまで上がってきたイージス、ワンピーが青へ、そしてあのイデア選手、そしてカナディアンマンと倒してきた、楽山選手と、あカナディアンマンじゃねえか、ごめんなさい、イデア選手ですね。さあワンピー側イージス G さん、そしてツーピー側楽山選手のソコロクアマレス、まるでカレリンのような強さ、イワンソコロク。さあ太極拳かレスリングか、強いのどっち。超人五人特別編第一種目の決勝戦。さあ一旦楽山選手何かを狙って後ろに下がっていく。さあおっと片足、ここはレバーで避けて投げよ、かくあんスカカク決めていく。イージス落ち着いてる、よく見てる。さあじりっとした小手、中段から押し込んでいく。さあここは距離を取る楽山、どのように狙っていく。おっとローキック一戦、タックルに行ったが、ここは潰していくのはイージス、打撃が入る、追い打ち。さあマカカジジー火力高い、ガードしてここはエスケープ、一旦リング中央へ。最後の試合ローから掴みにかけを入る、イージス今日は非常にいい動き、片足が入る楽山、いや抜ける、振り返って投げた。さあ真っ赤っかだぞ体力が、ゲーだ、危ねえ打撃、ここはルーに救われる、投げが入った、楽山生きてるか大丈夫か、下段が入った、勝ったのはイージス、お見事優勝おめでとう。圧倒的でしたね今日はイージス君。じゃあちょっと待っててね、放送席放送席、ヒーローインタビューということでね、ちょっと待っててください。本日は超人五輪特別編、帝のインカム頑張ってるゲームで大会を、3日にわたって行うというような企画となっております。第一種目ブリキワン、はい、じゃあその第一種目ブリキワン大会優勝者イージスです、みんな握手、はい、ありがとうございます。ノーフューチャーです、ノーフューチャーのイージス君ということで、はい、今日の試合どうでした、振り返って。そうですね、まずやっぱりこう4月の萌えプロ大会をバンドメンバー揃って全員欠席したというこの恥ずべき事態に対してですね、なるほど、せめてブリキではということで、なるほど、心を込めたいい試合ができたんじゃないかな、なるほど、ね、というふうに思っていますが、もうブリキの話してんのにもう萌えプロみたいなね、この辺はノーフューチャーらしいよね、まあ、まず萌えプロみたいなね。まあ、今日は正直どの試合も負けてたようなムーブもしつつ、ええ、まあ、なんか勝っちゃったっていうところもなくはないんですけれども、なるほど、ね、まあ、それでも、勝敗の目を、まあ、うまく自分のところに転がしてくるっていうことはできたかなと、まあ、結構集中してるような印象が僕の試合見ててもあったん で、 あ、 で、ありがとうございます。拾ってで、ね、お拾ってくねみたいな感じでね。でブリキワンどうですか、はい、これからもまだまだ盛り上がっていけそうな感じですかね、攻略的な部分の話なんですけど。そうですね、僕が使ってるのは、まあ、シャンタオっていうキャラなんですけれども、はい、一応今のところその強キャラのように扱われてるんですけれど、はい、これは本当にその個人的な意見なんですけれど、このままこのブリキの攻略が進んでいって、ブリキのプレイヤーのこう人間性能がどんどん高まっていくと、はい、このキャラはこうだんだん弱いキャラに変わっていくんじゃないかなというふうにちょっと思ってますね。おー、なるほどなるほど、はい、まだまだこれから人間性能に以下によっては内容が変わってくるというようなところで、まあ、やはりこのゲーム そんなにそのこれまで遊ばれてきたゲームというわけでは多分ないと思うので、うん、そうだね、はい、まだまだあるんじゃないかなと思ってますし、なるほどなるほど、大阪の、後発さんでも稼働開始したということで、大阪の方の盛り上がりがまた東京に こちらの方にまた飛び火 してきてまた何か新しいものが生まれてくるということもあるかもしれませんから。そうですね、また大阪勢は違う攻略するかもしれないですから ね、楽しみですよね、はい、というわけでじゃあまだまだブリキ盛り上げていきたいかなと、はい、じゃあ最後にノーフューチャー代表として今日、はい、今日の代表として、はい、じゃあ一言メッセージお願いします。そうですね、ブリキ割とその格闘ゲームっていうそのくくりのいわゆるまあスト2なり、うん、なんだろう、まあそういうあるいはバーチャなり、はい、そういうゲームが苦手な方でも
そのまあ、僕なんかもそうなんですけれども、うん、遊べるゲームなので、はい、まあ、操作感覚は随分変わったゲームではあるかもしれませんけれども、はい、一回触ってみて、ぜひキャラクターをまず動かしてみていただきたいなというふうに思ってますね、はいはい、それがその実は結構面白いゲームなので、なるほど、対戦のその面白さっていう以前にもキャラを動かすのがまずそもそも面白いっていうところがあるすごくゲームなので、なるほど、ぜひいろんな方に遊んでいただければなというふうに思っております。なるほど、わかりました、はい、じゃあありがとうございます。じゃあ優勝したノーフューチャーイージス君に大きな拍手を、優勝おめでとう、ありがとうございました。はい、というわけでございまして、超人五輪特別編、今日は、特別編としましてね、僕らが選んだ、店の方でね、インカムの高いゲームを選出させており、させております。じゃあ今日のメインイベントザンサム大会、準備ができ次第開始したいと思いますので、今しばらくお待ちください。